ビギナーランニングマガジンへようこそ感想を教えにんマキです。今回はサッカーにエンドルフィンスピード3こちらを紹介したいと思います、えー、エンドルフィンプロ3がですねまあ、8月2日まあ並びに7月の、ね、中旬に、まあ、ネット販売されましたけれどもそれからもう1ヶ月遅れてで,ですね、えー、スピードも3というのが登場してくるということが、えー、発表されましたまあ 本日ね8月16日に発売という記載はあったんですが、ちょっとまだねサッカリの、ねね、サイトの方では確認はできていないんですけれども、えー、正式に発売という見込みになったということですね。で最大の特徴はやっぱりですね、えー、ナイロンプレートこれが入っているというところと、まあ、前作と違うのは見てわかる通りですねサイドにですね少し羽のように、えー、こう折り曲がっているというか、ですねなっていることによってのバランスですね。今まで このエンドリフィンプロとスピードの差っていうのが、まあ、あまり感じられないというよりはどちらもスピードが出るよと、まあ、若干当然のごとくカーボン入っているプロの方が跳ねたんですが今回は結構差別化を図っていいいるという印象が深いですねでその特徴としては先ほどのナイロンプレートが跳ねのようになっているのともともと合っているスピードロールというこの展開というのは変わってはいないんですが何と言うとこの2層にしているんですね。 えー、プロの方はですね一層で、えー、カーボンプレートを上につけているので、まあ、どちらかというと縦方向に、まあ、前に飛んでいくというふうになっている作りに関して今回のスピード3に関しては先ほどの羽のような形状と同じくですね安定感ですねですから、えー、踏み込んでバンって跳ねるのを少し抑えつつ要はスピードもコントロールしつつ維持していくと。やはり 跳ねるとですねまた着地の時のバランスっていうのは安定しないのでより体幹の、えー、力っていうのが必要になってくるんですけれどもそういった部分ではコントロールしやすくしているとですからその辺で差別化を、えー、しているのかなと、まあ、結果的には、まあえー、よりスピードを出したいんだったらプロとでスピードをこう維持したいというんであればこのスピード3というふうに明確に分かれてきている印象が強いですねでさらにですね。 違いというところではやはり重さもですね若干変わってきていますまあ当然プロ3の方がですねだいたい 20g 近くですね 27cm で204に対して229がスピード3になりますのでそこら辺もちょっと変更している部分なのかなというところとあとですねミッドソールですねミッドソールドロップは 8mm なんですがプロ3に関しては 39.5mm。 がマックスででスピード3に関しては 36mm とこの辺も厚みを変えてきているというところも特徴的なのかなとでやはり重さもそうですし厚みが減らされてるっていうことは完全にクッション性とバランスというのをく重視しているというのがここ顕著に取れるかなという形ですねただ価格は1 9800円と以前のエンドルフィンプロ2の価格になっているので 価格はもう圧倒的に手頃ななのかなってまあしたがってですねもう長い距離をスピードを維持するということであればスピード3になってくるのかもしれませんしあとは、えー、サブ3だったりとかそういうぐらいの方であればそちらの方なのかなと2.5とかになってくれはプロ3だったり、えー、5キロ1 0キロを滑走したいということはプロ3になってくるというような気がしてならないですね。 まあ、いずれにしろやはりですね両者をはき比べてみての感覚の違いというのをぜひ早く体験してみたいところですね、まあ、この辺は、まあ、どんどん跳ねていくのと安定性というこの両極になってきて広くランナーに使えるように各社もね、えー、改良してきてるというのは現著に現れてる気がしてならないですね。えー、今回は エンドルフィンスピード3こちらを紹介させていただきましたこの動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします感想を許にまきましたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もお願いします